緒に喋ってて笑わせてくれる瞬間って男としてかっこいいなって。あんまり真剣にならない話題というか、喋ってて滑りすぎないギャグというか、人をいじるのも不愉快にさせないぐらい、盛り上がるぐらい、そういうことできる人かっこいいなと思います。まあ多少は変わると思います。道歩いてる時になんか不意に肩をこう寄せてくれて、車側の方を歩いてくれるとか、漫画とかの影響かな。いや、そんなことはないです。え、料理が上手い人作ろうと思った時にパッてあ、俺やるよみたいな、ドドドドドみたいな。え、何でもいいね。そばの水着、あ、パスタいい、パスタいい、パスタいい、ペペロンチーノ、ペペロンチーノ。髪型と顔とファッションが合ってればいいかな。うん、なんかすごいもじゃもじゃで、なんか多分ツーブローして髪の毛伸ばして、それを一本で結んでなんかチョーンみたいな。わかるわかる。その人がすごいアラファーな感じで、なんかヒゲ生やしてなんかベイベイ歩いてたのは、なんかちょっとおとなしい服装にできないのかなって。合ってなかった。顔がかっこいい時ですか。はい。最近、あ、でもいます。なんか飲みで出会った人で、私安藤正信が好きなんですよ。いや、普段しないんですけど、10年ぶりぐらいに一目惚れしました。そうです、ギャップを見たらかっこいいなって思うので、なんかさりげなくドア開けてくれたりとか、実は料理ができるとか。最近は料理ですね。私より料理できたので、あ、かっこいいなと思って。中華料理です、麻婆豆腐とか。